どうもボえー、今日は、ああ、大みそか。ねえ、えっ、ー、と、出先からですね、えー、配信を予定してたんですけどもね、まあ、運よく、まあ、またいろいろあったんで、えー、アトリエから配信できすることができました。えー、まあ、 えー、今日大晦日日とということで、まあ、今日は昼間ですね、えー、映画を見ててで、まあ、それでまあその出先からですね、えー、配信しようかなと思ったんですけど、ね、あいにく iPhone がですねもう全然やっぱりこう旧式というか原因分かんないですけどねあのうまくできないとで,ですね、えーまあ、あまあどうしようかなと思いながらね、えー ねえー、今日はこんな感じで、えー、夕日にですねを背にしてですね、えー、試みてたんですけどもね、うん、梅田のところから寒,い寒かったですけどねでまあ,あ習慣っていうかまあよくあの初日の出を拝むという,うことはあのー、すごくポピュラーじゃないですかけどまあ僕はですねもう10年ぐらいなんですけどお そのまあ年の瀬その一年の最後の日の夕日ですね、えー「ありがとうございましたと」と感謝をおいつもおしながら見送るというかあそれをおもう10年近くかなもう10年以上かな、うん、そういう習慣づけています、うん。というか初日の出の時はもう起きれないっていうのもお正直ありますし。<laughs> まあそういう感じでねえその年にあったえね1年こうやって過ごさせていただいたということうんそこにですね感謝の気持ちを込めてですねえ夕焼けの沈みゆく太陽にですねえありがとうといつも伝えております。 でまあ、今日はあ、まあ、あのインスタとかにも流させてもらいましたけどもね、えー、こういうメッセージをですね、えー、投稿させてもらいました、うん、ツイッターとかであのー、本当にね2020年いろいろねございましたけどおもう本当にこういうオンライン元年みたいな感じ配信元年ですねボ,ボビー・アトレーザーにとっては。 うんそこからあなんか始まったような気がしますし、えー、まあこれからもですね、えー、なんか明るい気持ちになれるように、えー、配信を続けていきたいなと思いますね、えー、まあ,あご期待くださいでやっぱり今年ねあのこの選んだ写真はですね、えー、これなんですけどもやっぱりマスクですねうんマスクをがなんかこう 象徴的なというか、うん、まあね、なんかそういう感じになりますね。まああの、なんか僕が選んだのはこれですね。なんかこれまではやっぱりマスクはもちろん手がけたりする方も多かった多いですけどね。ただまああのそんなにね僕もバイクに乗るわけでもないので、うん。でまああのバイカーマスクは作らなかったんですけども。 で、けど、やっぱりこういう、ね、ご時世だったんで。うん。ね、まあ、今年はこういうのを作らせていただいたんで。えー、まあ、象徴的なっていうか。うん、で、まあ、この写真をですね、使って、ご挨拶、うん。ね、させていただきました。まあ、あの <laughs>、えー。えまあ、こういうね、ボビーアトレーザー。 そのブランドのイメージもあるし、えー、扱うアイテムも、ね、どうしてもダークなあー色がね、まあ、多いんでシックなやつが落ち着いたで、まあ、ちょっとく暗いような感じにはなりましたけどもあのー、だけどもね、えーまあ、明るい色もですね気持ちは常に明るく、ね、テンションを上げてですね、うん、そんな感じでやってます。あ町屋さんあの ね今年はねやっぱりこうオンラインを通じてね出会えて本当にありがとうございますねええー、こんばんはあ今年はネット上ですが出会えて良かったですねありがとうございますねあのちょっとこの時間になってしまいますけどねあの <laughs> ねお前あの青森でしたっけマジャさんねあの大阪もね今日はね寒かったです非常に <laughs> ねえあ 福山さん、ありがとうございます。こんばんは。ね、ご覧いただき、ありが,ありがとうございます。ね、えー。まあ、あの、ね、も、この、このこの時間やったら、まだ、まあ、テレビとか。まあ、僕もテレビ全然ね、ね、ないとこにいるんで。えー、<laughs> あれですけども、ね、あの、毎年、えー、ね、格闘技とか、まあ、紅白を見る方とか。あ、あ、ガキ使。ね、いろいろありますけどね。<laughs> ね、えー、まあ、あ,まあ。まあ、まあ。 僕はですね、えー、ここで、えー、まああのいろいろいろんなあ来年に向けてのことをね、もう準備をしていこうかなと思ってます。うん、うん、まあそんな感じで過ごそうかなと思っております。ね、えー、まあ今年は本当にお世話になりました。えー、ご応援をいただきありがとうございました。えー、2021年が明るいものになりますよ。 おねエネルギッシュな一年でありますよ、えー、願って、えー、この放送を終わらせていただきたいと思います。えー、あ京都にはあ徳,え徳山さん京都にはよく行きますがあなかなか大阪まではうんいやそうまあ僕も京都は <laughs> たまに行きますね。うんまあねうん、何でもやっぱこう いいタイミングの時って何でもあるんですよ。おなんかそれをね待って,てくれるような気がしますよ。うん、あのー、こういうレザーのアイテムでもアトリエで、えー、こうやってね、えー、いろいろあるでしょ。でその時でもね思います。あ,あの出会うのを待ってくる待っているんですよね。みんな。うん、でやっぱりそういうねベストなタイミングっていうのがきっとあるんですよね。うん。 けどまあこうやって今日ねあの配信でねこうこういうやり取りができたことあ僕はまあねいつも昼間にねこう配信をしているんですけどもおこの時間にね、えー、なんかこうなってしまいますけどもまあまあこう夕方もいいかもしれませんねうんそれでは良いお年をボビーでしたじゃあねバイいよいお年を